しようぜ。その、アバターを使って、俺たちは今から対戦を行うんだ。よく読んでくれよな。そして、デッキの中身は、基本土地しか入っていないぜ。これを使って対戦するときに言うの。手札は7枚。まあ土地しかねえんだけどよ。毎ターン手札を捨てなきゃいけねえから、このターンは我慢だ。そして手札を捨てて、おもちゃを出して、こんな感じで対戦をやっていくからよ。まあインフルエンサーがどれぐらい楽しみです。それでは実際にステージで行われたリアルモビールベーシックの対戦の風景見ていきましょう。画面に向かって左側、着席されているのは、インフルエンサーの時はゆいさん、今回のステージイベントのゲストの一人でございます。今回はインフルエンサーと、ステージにお越しくださったお客様との対戦を、みんなに見てもらうという形式で開催させていただきました。さあ、まずは画面右側のお客様、新平ちゃんと名乗っていらっしゃいましたね。おお、いいですね、新平ちゃん。 X1 機能アレチを捨てて、じゃあ一村のクリーチャー飛び込むのはこいつです。ジェイスの幻。ジェイスの幻、11飛行。相手の墓地に、カードが10枚以上あればプラス4プラス4修正。10枚なんでね。ああ10。ただ毎ターンカードを捨てていくフォーマットなので、狙えないこともないかもしれないっていう感じの、まあ飛行を持ってるので最低限の戦力にはなるというところで、まあなかなかね、モビールって X1 で起動することはないんですよね。なぜかというと、X1 で起動して出てくるクリーチャー、いちいち能力合ってないようなもの、下手すればパワーゼロもいっぱいいる。あれですね。お、1起動。はい、そうしたいと思います。途中カットしていただいて。はい、バラで。まあ、おい、なんで2枚ランド出してんねんっていうね。トキオさん、小ボケを挟みつつ。大丈夫？はい、じゃあ X1 起動ね。はい、じゃあ1起動で時和さん出したクリーチャーはこちら。さあ、潜伏工作員出ましたね。時和さんの X=1 は1マナ33、ものすごく強そうに見えますが、対戦相手のコントロールに、移ってしまうという、まあ、スパイとして相手の盤面に潜り込んで、アップキープの開始時にそのコントローラーに2点のダメージを与えるっていう。33が出てきちゃいましたと。ただアップキープに2点食らうので、それだけ忘れてる。なるほど。だから33以上のクリーチャー出てきたらね、この2点が首を絞める可能性はあるので、いやー、僕は絶対に1マラ起動しないんですけど、面白いですね、1マラ起動の世界。それじゃあ俊平ちゃんさん、どうぞ。今回両名ともモビールベーシックというゲームで遊ぶのは初めてのところだったので、そういうね、位置は飛ばすみたいなセオリーもご存じなく、先に、はい、アップキープ2点くらいの引いて、このプラス4の24点がコンバット1回分、ちょうどこれなの、本当4点ね。この20と24の差っていうのがすごく響く価値のある、もので、僕はそこを味わいを感じてました、当時から。じゃあまずコンバットで、はい、お2体殴りで、はい、まあ、4点これはね、ブロックのしようがないので、はい、本体に入って20、はい、でメイン2で、お、新兵ちゃん、はい、切ります。
R1 を捨てて2マナです。さあ、聖なる五光の騎士2マナ22側面攻撃、同じ能力を持っていないクリーチャーにブロックされるとそれをマイナス1修正を与える騎士ですね。しかもこいつ何がややこしいかというと、死亡する代わりに再生するっていう、マジックの再生という能力、ちょっと最近のカードを持っていないので、近年マジック始められた方は再生という能力自体がわからないって方もいらっしゃると思います。再生は破壊されるなら代わりに戦場に残るっていう、まあ盾を持つって感じですよね。再生の盾でそのダメージを受け止めて、タップ状態で戦場に残る、そんなニュアンスの、能力でございます。自動再生聖なる五光の騎士、なかなか強力ですが、2マナ払うことで、このターン五光の騎士は再生しないという能力を持っています。シンデちゃん、容赦ないね。強いね。少殺よ、こんな。じゃあ、布を置きます。はい。じゃあ、さすがに空っぽなんだよ。確かにね。腹の場はちょっときついから、ここは X2 で。こうやって、氷を捨てました。はい、はい、X2 起動、出てきたのは、出家部門。2マナ1に到達接し、こういうクリーチャーは便利な反面、なかなか悩ましいですよね。めちゃくちゃでかいのが出てきても相打ちが取れますけども、現状そういった連中というよりはこの33にとつかれてるだけでめちゃきつという感じなので、アップピンクで2000円が結構でかい、入ります。いやー、接種はでかいよ。到達接種ですからね。ゲーム後半のデーモンとかゴロゴロキャッチしてるから大事に使ってほしいですね。島二側面攻撃、自動再生と、じゃあこの2体でパンチで。アンサーとリングの攻撃。ああ、なるほどなるほど。トゲさんちょっと悩みますけども、ここは自分が出した工作員だけどもブロックしようかな。開幕からライフがねみたいな。2体ずつ追ってくるは結構ありがたいけど、仕事はねしてるんですけどね、いや無理や無理だって感じだったね。いや、どうしようかな。これは結構迷うね。これはやってる人間も迷う場面ですけど。いやー、でもなー、ちょっと3でかいな、普通に。まあね。じゃあちょっとここは、こちらをブロックしようかなと思います。はい、戦闘工作員をキャッチして、戦闘ダメージ解決で。はい、で、モミールのクリーチャーたちは、トークンなので死亡すると、墓地に置かれ、そのまま追放されます。この辺もね、味わいというか、墓地にいる時に何々するみたいなクリーチャーは軒並みその能力がないようなものになるので、エキス読んで何もないんですねみたいな、その瞬間もまた一つのね、オツなものなんですけど。じゃあメイン2で3のアレチキリで、はい、3記号から出てくるのはこちら、3マラ3に進化、自分よりパワーやタフネスが大きいクリーチャーが戦場に出るとプラス1カウンターが乗る、でこれが進化するたびに他のプラス1カウンターが乗ってるクリーチャーにもプラ1を置くという。何出てきても怖い。1キロでこの先に出したらやっぱ持ってるな、このけどね。はい、トキヤさんターンどうぞ。じゃあターン終えます。いや怖い、何かちょっとひっくり返せる何かを頼む。そこやるのはベーシックよ、そこやるのはベーシックよ。起動してからね。じゃあ、森置きます。はい、セットランドから、じゃあ、森捨てて3起動、はい、出てきたのはストロームガルドの陰謀だ。やっぱり持ってますね、インフルエンサー。運量が我々と違いますね。ストレージからスタッフがそのマナソールにあったカードをランダムに持ってきて、カードをお渡ししていますが、3マナ22、タップして白の呪文1つを打ち消して、白の呪文ってね、呪文がないからモビールベーシックなんですよっていう。はい、インフルエンサーは顔面弱くても容赦なくていいからね。そうやな、あそこ控えてるからね、インフルしてるっていいんだよ。はい、そんなところで
あ、でもこいつなんか生かしたいっすよね。それだったら先頭前に起動してもいいかもしれないね、はい、まずこの2体で、まずは2体で剣術。どっちかというと戦闘をしてから第2メインでモビールを起動する派ですね。これで速攻を持ってるクリーチャーもねいるので。判定いただきます。はい、15、はい、どうぞ。お、4パスだ。さあ新平ちゃんは4マナ息は起動せず、手札の消費を抑えて、よりハイカロリーなクリーチャーを連打できるような、この4を飛ばすというのはなかなか斬新で、僕はね面白いと思って見てました。起動します。はい、とりあえず4マナ起動出てくるのはこちら。おい、レオニン以降クリーチャーが自分のコントロールから戦場に出るために2点回復。序盤殴られ続けてだいぶライフ差は開きましたが、このレオニンからまくっていける展開もあるんじゃないでしょうか。コンバットに勝てなかった、失礼しました。おお、ついに時代初アタック、いけ、2-2、インボーダーで初アタックや。はい、通ります。よいしょ、やるもう満足しました。じゃあターンエンドで今日はこの4番のね、レオニンを生かして次のターン以降回復して逆転を狙っていくという回になると思いますが、シンペちゃんを完飛ばしたので、もう利用いて5マナ、はい、5マナ起動、あれ切ります。さあ出てくるのはこちら。さあそしてシンペちゃんの戦場には長剣士、5マナ55トランプ、戦場に出るとクリーチャー全てに1点ダメージ、これで死亡するのはジェイスの幻のみでございました。ジェイスの幻を自分で一点のメジで撃ち落としてしまって、全員1点食らっているという状態、はい、そして自身より大きいクリーチャーが来たので進化が誘発し、さあここの戦闘どうするか。なかなか面白い場面になってますよ。ただ飛行クリーチャーが下手は朗報かもしれない。パンチ攻撃でテイクするか。これはテイクするしかないでしょうね、はい、じゃあいただきます。13、はい、死の恐れがない側面攻撃プラス再生の聖なる北欧の騎士がガツガツ殴って、こいつは本当に強いですね。面白くなってきましたよ。ただここでね、毎ターン起動してる時はなんと一旦飛ばした新平ちゃんのその手札の差っていうものがゲームにどれぐらい影響が出るか楽しみですけど、じゃあここは一発が手札になっていきます。おお、合起動出た。さあここで5マナ起動、ウルフィの銀心、これは強い。5マナ44結婚、戦場に出るに際しつながりをクリーチャーと一体と作るで、それらのクリーチャーは結婚、ソウルボンドしている限りプラス4周する。すごいすごい、出た。結婚って言われてますけど、誰を結婚相手にやりますか。結婚相手女性っぽいレオニンとめちゃくちゃ怖いおっさんと言ってますけど、まあね、あの娘魂って書いて結婚なんですけど、結婚相手おっさんでしょ。結婚相手ストロングワールドの陰謀団に、そうします、素晴らしい、ありがとうございます。陰謀団じゃあプラ4修正ですよ。ワクワク。いやこれはちょっとで、レオニンの能力誘発で2点回復、はい、これがボギー面白いでしょ。これ全くコーナー出てくると思ってなかったけど、このミラクルが楽しいのよ。これがいいのよ、モビルは。おお、大人のモビル。高校のような子供と遊んでられないよってね。たまらんだ、ここの妊娠は。新マナで。お、新土茶。6マナ。切ります。はい。6マナ起動は出てきたのはこちら。ここはね、戦闘前に起動されて、しかも火山のドラゴンが出てくるっていう、この絶妙な空気の読めっぷりはすごかったですね。高速攻で、はいよ、じゃあ4点いただきます。はい、はい、4点入って、いやー航空戦に行きたい地上のムキムキの戦いになりそうですけど、あとね、あ、タフレスが3で1多いからプライチが1個入って進化しますと。じゃあ、頼みます。あの、手札何枚ありますか。今2枚です。おー、5点選んで正解やったね。そうですね、
ペンチ置きます。工作員からの妊娠祭りはちょっと天才の駅入ってるから。じゃあ60軌道で。移動します。はい。対する時はさんの X イコール6軌道を竜王シルムガルということで、うおーっていうね、つえーっていう声が。さ、シルムガルで火山のドラゴンのコントロールを得る、フレーバー的にも最高ですね。紹介いたします。いや、まあ攻撃中状態でタップですけどね、ドラゴン君は。いよいよこのモミルベーシックの物語もクライマックスへと向かっていく。一つだけ待ってください、仕組んではないですよスタッフの後ろから頑張ってひっかかってしまっただけですから仕組んではないですよ。じゃあそろそろコンパクト行こうかな。おお、理由を味方につけてちょっと表彰できたら単純なやつなんで。じゃあ失礼いたします、コンパクト入ります、はい、じゃあこちらへアタックしたいです。お、6目のインフォーダン効率、どうでしょう、6目。じゃあここは再生で、はい、耐えと再生です。まあ、一応タップ状態になるんですけど、次のアンタップで起きるっていう、この段階でも死ぬ時に再生するっていう今だ払ったら誘発しなくなるんだけども。さあ新兵ちゃん、ちょっと押されてますけどね、序盤の勢いをちょっと見せていただきたい。そうですね、7マナ、お、7軌道、じゃあ行きましょう。1枚切って誰だ。出てきたのはこちら、竜王には竜王で、竜王は当たるか、戦場に出たら5点のダメージを割り振って与えられる。さあ5点ダメージでシルムガルが破壊されます。これにより奪われていた火山のドラゴンのコントロールも戻る。赤緑のドラゴンの王が赤いドラゴンを青黒のドラゴンから奪い返すっていう、タルキールのドラゴン族の戦争を見ているようで、なかなか胸が熱くなる瞬間。次に備えてちょっとどうぞ。了解です、ターンもらいます。いやー、一番軌道2人した時はちょっとびっくりしましたけどもね面白くなってるじゃないか、素晴らしい。このね、セオリーとかを崩すミラクルがあるのがこのモミールの面白さなんて。 OK、起動します。はい、7かね。はい、7軌道超えた空っぽ、出てくるのはこちら、ダブルーナ。ここで出てきたのは、7マナの方の、ブルーナ。57飛行警戒。変身とかはね、昔と違って、トークンも裏側、第2面を持つようになったりとかして、モミールもだいぶだから、変化を乗り越えてきているフォーマットでございますが。まあ、とりあえず2展開を送る要因でして、はい、まあ、このうちにね、シンペジャーも当たるカフェ、バチボコ行ってらんかいって感じですけど、バチボコじゃあ7マナ軌道で、おお、7軌道、お互い7でつもぎ合戦。さあ出てくるのはこちら、ちょっと珍しいの出てきたな、忌むべきものの監視者、これも初めて見るかもしれない。僕もあまりモミールで見たこともないクリーチャー、55のデーモンでクリーチャー1体破壊して、トークンじゃないクリーチャーが一体死亡するとっていう、誘発する能力を持っているウルフィーの原神を潰して、ドロームガルドの陰謀弾は普通のおっちゃんに戻りました。魂で結ばれるパートナーはいなくなった。フリーになりました、フリーになりました、よろしくお願いします。この4体でパンチ、おお。じゃあまず飛行がこちらと、はい、こちら了解です。じゃあ、まあ、こちらで、57でキャッチして、はいはい、これを通します、8点抜け、これもトラップで抜けます、5点抜け、これはまあ2、2、2、3で1丁じゃん、はい、これ側面攻撃、はい、持ってない人がブロックするとマイナス1になっちゃう。失礼しました、じゃこれでお願いいたしますやばいんちゃう、本当、抜けが13点15点です。え、15？ はい、ワンワンワンチャンスやろ、ワンワンチャンスやろあの、てかおっさん、おっさんってブロックしたらええやんその無力なおっさんにブロックしたらええやん、はい、おっさんブロックさせて、おっさんでブロックして、じゃあ13点抜けかな、はい、死ぬで、はい、おっさん来たけどショックですよ、いや、シンデレラいいね、バチバチじゃん。杉谷さんの残りライフはわずかになり、痛めから
起動していってたので毎ターン引いてきて起動って感じなんで、7マナから上のね一気に移動できない。これでね8マナセットからの8マナって起動できていれば一発逆転カードがケデレクトのリヴァイアさんとかね、自分以外のパーマネント全部手札に戻すみたいなカードが出すんですよね。はい、じゃあ7起動で出てきたのは、出てきたのは7マナ44能力、まあ、なしですね。マイヤーの処罰者、フォルムが可愛いというふうに時岡さん本人もおっしゃっていました。可愛い子が出てきてくれたからいいかという感じで、これにて投了というわけで、ステージメントリアルモビールベーシック一発目は、チャレンジャー新平ちゃんの勝利、おめでとうございます。それじゃあリアルモビールベーシック第2ゲーム目でまたお会いしましょう。